弾丸戦士田中、約1年半ぶりにたどり着きました、また橋本との一騎打ち。エンブレム田中、今日は橋本との一騎打ち。赤コーナーより橋本シリアルで一番でしょうね。勝負、今日のメインイベント、田中将人、そして橋本真也でありますが、これ佐藤さん、はい、田中にしてみれば本当にまた願ってもない舞台が来ましたね。そうですね、まあ、1年半前、はい、田中選手に 0-1 入りを決意させたきっかけとなった一戦がね、はい、この橋本戦でした。そうでしたね、そういう意味ではさらなるステップアップへの足がかりとしたいところですよね。まあ、もちろん大谷との先陣争いという意識も田中の中にはあると思いますね。橋本との一騎打ちはこれが2回目ということになります。田中将人であります。そして橋本真也です。もうすっかりあの右肩のテーピングも取れました。とにかく橋本選手のこの重量感あふれる攻撃を1年半前の一戦ではもう田中がもう体で受け切ったというかね、その、受けの強さっていうものがねすごく印象的に残ってますよね。まあ試合後あの橋本選手も、エルボーを打たれたあの方をねさすりながら、田中将人はすごい男だと、あの破壊王に言わせた田中ですからね、はい。まあ、逆に言えばあの1年あれから1年半分の、ね、成長を見せつけたいところですよね。うん、いや腕を取られました。厳しいぞ田中、いきなりピンチだ、いきなりピンチ。とにかく一瞬にして、はい、決まってもおかしくないような球をあの破壊は打ってきますから、もう油断ならないですよね、田中選手としてもね、はい。慎重に入りますか、田中。さすがにやっぱりあの緊迫感が違いますよね。力比べになりました。力比べになりました。痛めてる味方を狙う鉄則だ、田中。まあどれだけねこう非常になれるかですよね、田中選手としてはね。実際のところどうなんですか、味方の方はもう感じたんですか。まあ、随分あの、状態はいいみたいですけども。そうですか。あいっとき復帰して、そしてうわー、こんなに思い切ったけさ蹴り、こんなにチョップできるならもう味方大丈夫だなと私は思った時あったんですが。そうですよね、大丈夫ですかね、これならね。うわー、いかれず、しかしすごいですね。ついていく橋本、
まあ、弱みを見せてないですよね、田中選手もやられながらもね、目は死んでないですね。今日の破壊は徹底してますね。徹底してますね。大きな声を出した橋本です。重爆の体勢整いました。受けて受けて、これが今日のすごい破壊ですね。しかしね、やっぱり橋本にとっても、まあ田中という存在はね、ゼロワンということを考えても今日の一戦というのは大切な位置づけなんでしょうね。そういう気持ちがなんか技の一つ一つにこもってますよね。苦しくなりました。弾丸選手田中、エンブレムでの活躍はもうご存知の通り。しかしその中において田中、俺はエンブレムのナンバー2じゃないんだ。対橋本戦、厳しいですね。しかし田中へのコールもすごいですね。そうですね、やっぱりこの試合はやっぱりお客さん的には田中の方に感情移入してしまいますよね。先頭なんで、はい、ご覧のように田中がちょっとそうです、ね、ダメージありますね、これね。まあ波の選手だったらこれ一つでスリーカウント奪われてもおかしくないぐらいのね、破壊力があります。ね、プロレスラーとしてのスタミナがね、田中選手には、本当に今日は特に問われてきますよね。田中行く、田中エルボー。ようやく本来のペースをね、これで掴みたいところですけれども、はい、それまでの攻撃が効いてますからね。この右肩攻撃、なんとちょっと切りましたね、橋本ね。鼻血ですね。まあ、昔から鼻血が出やすい選手と、橋本選手は言われてたんですけれども、最近ではなんか珍しいですよね。はい、鼻と口が両方切れているような格好に見えますが、はい、いずれにしましてもちょっとこれ出血を見ているのは橋本の方です。腕を取りました田中。これ佐藤さんから見て、もし仮に田中に勝機を見出すとしたら田中がどう攻めていけばいいんですか。まあ、この腕攻め、右肩攻めというのは一つの、選択肢の一つでしょうね。徹底して、まあ、現時点では一番これが近道でしょうね。うわ、重爆はもろに入りましたね、これね。そうですね、これちょっと意識の方がね、心配ですよね。心配ですね。すごいのが入りました、表情は今、田中選手消えちゃいましたね。田中に立て立てとアピールしながら橋本です。重爆のチャンスを伺いますが、橋本、田中の目がちょっと虚ろですね。そうですね、意識が飛んでるかもしれません。田中の目がちょっとうつろです。うわ、すごいのが入った、これは。そうですね、すごいのが入った。とにかくオープンスペースが空くとそこめがけて足が飛んできますからね。しかもこれつま先もね、かなり鋭角的に入ってますから、やられる方としては本当にたまったもんじゃないですよね。これは強烈ですね。まあ逆に言ったらそれだけ
田中将人を見込んだ男と認めてるからこそこれだけね破壊王の厳しい攻撃に打って出てるんだと思うんですよね。なるほど、レフリーを飛ばしておいてさあ橋本だ、さあ橋本だ、はい、ここからやっぱりねその気持ちに応えるためにも田中は上がって立ち上がってこないといけませんね。逃れる術はないのか、逃れる術は田中、それとも虎視眈々と何かを狙っているのか。よし田中来たか、田中は狙っていました。あのキックを食らった時にはどうなるかと思いましたね。そうですね、まあ、ただ今のスイングDDTにしても、はい、やっぱりまだ腹筋の力が今一つ入りづらいっていう部分もあったでしょうね。なんとか行きたいところですけどね、倒れないですもんね、はいはい、やっぱ橋本もねやっぱり長州健介のラリアットを食らってきた経験ありますから、そんじょそこらの攻撃では倒れないですからね。これはいいですね。ようやく巨木を倒しましたか。さあ今度は橋本だ。10分経過。今度は橋本の怒りにスーパーフライですね。ちょうど田中がその橋本が倒れてる間にスーパーフライ。どうだ。ネット外される。ちょっと今行くまでに間合いができました。ね、その間合いすらもう破壊王は許せないほど緊迫した意識でやってるんですよね。さて破壊王仁王立ちです。狙っているのは左足か、まずは膝、そして田中を捕まえてお返しが始まるぞ。強烈な田中のエルボー攻撃がありました。一旦橋本真也倒されましたが休ませてくれないですもんね。そうですね、まあ潔くないかもしれないですけれども、場外に、出て間を置くというのは一つの手としてはありなんでしょうけれども、なるほどね、あえてやっぱりなんか田中選手はやらないですね。本当ならインターバルを取りたい。そうですね、まあしかしそこはまあバーニングハートとして、はい、真っ向勝負をね、真っ向勝負をね、挑んでいきたいという気持ちがやっぱあるんでしょうね。そうでしょうね。ちょっと厳しいですね田中ね。足元の見込んだ男田中。そうですね、まあ、ここでも耐えていけば耐えていくほど、なんですか、田中のそれこそ耐久力の凄さっていうのはこれから際立っていくと思うんですが、耐えられるかどうか田中。田中橋本の力に屈しますか。そうですね、ボディースラムだけでなくてボムもね加えましたからね。カウンター2。なかなか乗り越えることのできない巨大な壁というふうに表現していました田中。しかし目標は大きければ大きいほどいいんです。さあもう一回スーパーフライク、先ほどは自爆、今度はこのインターバルで橋本は蘇生するのか。田中いった、カウント、カウント2、今度は右肩、これうまいですね。そうですね、これ本当に勝ちを狙いに来てますよね。すぐさま畳みかけていきましたからね。これうまいですね、これうまいぞ。さあ橋本は今度は苦しくなりました。橋本が苦しくなりました。田中選手はこうした関節で、ね、勝利を狙いに行くというのはあんまり、ね、見ない光景です。逆に言えばそれだけ今日は欲しいというかね、破壊王からギブアップを取りたいと、まあ、そういう気持ちは強いでしょうね。
カウンターで入りましたね、はい、左肩で今度ショルダーで受けました。さあ橋本、さあ橋本一気に決めにかかりますか。十幕すごい、この耐久力はすごいですよね。すごいですね。場内から悲鳴が起こりました。もう完全に田中虫の息と思えたかに見えますが、しかしカウントは2、容赦なく容赦なくチョップが入る。またさあ鬼の橋本真也です。ここは思い切って田中を一気に葬り去りますが、さあまあこれがね、ここからが正念場ですよね、田中選手はね、狙っているぞ、このキックをかわすか、見事にクリーンヒット、見事にクリーンヒット。はい、全く芯を外すことなく、そうですよね、完全に入りました今ね。しかしそれでも田中は立ち上がってくるんですからね、体は壊れないんですからね、もう白目を向いてますね。本当ですね。もうなんか本能だけという感じですよね。いいですね。無数の傷は田中の勲章、その肉体の上にあえて浴びせかけました。ね、ならば橋本も行くしかないという感じですよね。三角締めだ、これは決まるか、危ない、田中逃れる術はあるのか、うわ田中ダメだ、レフリーストップ、おるぞという声でしたが、これ佐藤さん、はい、最後はもう意識がほとんどなかった中、改めて今日の試合ですが、まあ、やっぱ破壊王も破壊王で成長してるって言ったら失礼かもしれませんけれども、強くなってますし、まあ、本当になんか純粋なね、純な試合を見たなっていう、そういう爽快感が残りましたよ ね、はい、よく戦いました、よく打ち込みました、しかし弾丸田中通じず、やはり巨大な山となって橋本が、まあ、阻んだ格好になりましたね。そうですね、ということで今日のすべての試合が終わりました。 11.7 後楽園ホールであります。最後は田中敗れました、まあ、三角締め、最後はレフリーストップ、橋本真也が勝ったことになりますが、大谷が盟友田中を運んでいきます。大谷の胸の内も何か非常にこれからの進展が楽しみですね。そうですね、まあ、赤い王がこれだけ大きな壁をね、はい、一であることを見せつけてくれると、大谷田中にとっても声がいがあると、そういう感じですよね。今日のお話は週刊プロレス編集長佐藤正幸さんでした。どうもありがとうございました。失礼します。最後は橋本真也が締めました。今日はありがとうございます。プロレスは本当に今本当に過酷な状況です。だけど俺たちはプロレス守ります。嫌だったら見てもらっていい、面白かったら見に来てください。もう一回喧嘩売るぞ。橋本真也、最高に強いね。打ち壊しがいがあるや。絶対俺が最初に、あの強い橋本真也はよ。
俺がやっぱり最初に打ち合わせしたるからな。